はい。モリンちゃんことモリンです、えー。今回はね、あのー、僕、ちょっと、単行本とか、単行本というか、コミック本、うん。漫画本が、結構、まあ、好きなもんで、で、まあ、ちょっと古め、古いですけど、ちょっと今回、まあ、1回目から、えー、まあ、しばらくの間、 こういったものをちょっと取り上げていこうかなということで、ちょっと動画アップしてみましたのでよろしくです。で、これ、えー、1980年代、うん、87年頃ですね。まあ、あの、昭和62年ですか。まあ、この時期に、えイ、ー、リ林堂っていう出版社から、 あの『ガロ』っていう雑誌が発売されてました。であの当時はね2ヶ月に1回ぐらいの間隔かな。で年間で6冊ぐらい『まあ、あのガロ』っていう雑誌。で、まあ、その中に、まあ、あの内田春菊さんの『南くんの恋人』が、まあ、あの発表されたわけです で、当時は、あの、原稿料とかいうのはなかったので、あの、なんて言うんでしょう。こう、フリーで書いて、とにかく、あの、持ち込みうん。原稿って言うんでしょうか。そういう風な感じで、あの、まあ、あいろんな方の作家がね、あの、結構、おぉ、まあ、持ち込みという形で、まあ、ああの、その、セリンドところで、まあ、ああの、 良ければ雑誌に載せると。ガ,ガロという雑誌にねまあそういうふうな感じだったんですよね。でまあ彼女自身は、まあ、スナックがなんかうんなんか勤めててで、あのー、自分の好きな漫画をとにかく描きたいっていうそれだけでの目的のために、まあ、働きながらあ この南君の恋人をまあ書いたようです。でこれちょっと時代が時代だけにね当時はまあスマホはおろか携帯もなかった時代ですからあの何、ー、て言うんでしょうあの今のようなちょっと世代の子には、うん、どうなんかなとそのことがちょっとね興味があって。 で、ちょっと今回は、まあ、ちらっと取り上げてみたわけです。で、これ、あの、内容をご存知の方も、まあ、そこそこいらっしゃるんではないかと。あの、例の、まあ、付き合ってる女の子はいきなり、まあ、ちっこくなっちゃってね。うん。で、まあ、いろんな、あドラマというか、うん。まあ、発生するような感じなんですけど、これ、えー、ちょっとね、 裏まあ裏っ側にも説明あるようにですねまああのここのところちょっとアップしてみますねえー、まあこんな感じであらすじ書いてますでここのところでその物語が淡々と描かれていく作品の内容になってますんでこの何て言うんでしょう 読んでいくうちに最終的にはちょっと、うん、開けちゃうかなと今の世代の子でもどうなんかなーなんて、うん、いう感じなんですよね。でこの本自体は「文藝春秋」っていうんですかねそこからあ発売されてる本なんですよだから改正版っていうところですかねこれえっ、ー、とね1994年平成6年改正版として発行されてます。 でまあ言い換えたらこの時期にあのテレビでもドラマ化されていたのでえそれからさらに数年後にはもういっぺんなんかリメイク版みたいなのもあったように思いますけどねまあとにかく、うん、作品の内容的にはこう読んでいくうちにうん泣けてくるようなそんな内容だったように記憶してますはい。 記憶というか、まあそういうことなんですけどね。といった感じなんで、まああの、もしよかったらね、今だったらどうでしょう。まああの、まあリサイクルのね、まあ本屋さんなんかでも、まだ扱っているとこもいくつかあるかと思うんですけど、探せばあるかなと思うんですけどね。でも、あまあ、なんて言うんでしょう、今、電子書籍っていうのかな。なんか、 うん、スマホなんかでこう簡単に読めるような、うん、そういうふうな感じですよね。うん、まあ、何せその時代背景がね、やっぱりね、携帯とか何もない時代ですからね、そういうふうなな関係で、今の世代の子にはやっぱりどうなんかなと思って、ちょっとやっぱりその辺あたりは興味があるとこなんですけどね。というわけでですね、今回はみなみくんの恋人をちょっと取り上げてみました。はい というわけで、えー、次回の作品は、えー、次回はですね、えー、これですね、えー、これ、うんまああの、表紙を見ただけでわかるかな。わかる方は、ちょっとマニアックなあ本なので、分かる方手を挙げて、なんていう感じですね。次回は何せ、えー、これちょっと取り上げてみたいと思いますのでね、もしよかったら、あーあ次回も、 見ていいたただけたらと思いますモリンちゃんこともいいんで,すで、すここでちょっとおまけですね、追加です、追加しますんでね、ちょっと待ってくださいね。はい、例の0と9ですね。今回ね、やっぱりここの部分ね、うん、まあ、手法の発射装置を作りたいと、今ちょっと加工してる最中なんですけどね。 これ中、やっぱり、まあ、なんていうんでしょう。まあ、レー,レーザーの,この銃の,この発射口,口はもう2問だけにしました。で、2問、2問、2問で計6問になるんですけどね。あの、前方、前の部分だけ、この部分だけに手法発射装置を設置しようともう。 今、加工を行ってます。で、これ、うまくいくかどうか分かりません。まあ、うまくいかないというか、失敗しても、やはり、えー、発射できるようにはしたいと思いますんで、これも合わせて、次回も、アップしていきたいと思ってます。というわけで、モリンちゃんこと、モリンでした。それじゃあ、次回、また。